なんかプレゼントみたいなことしたね。ひょっとしてあなた今からプロポーズでもしに行くとこだったんですかとか言おうとしましたけど、全然ね、ただのプラスチックの板を持ってプロポーズに行くバカはいないと思うね。相手が安川電機の安川くんじゃない限りは有効だにならないと。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。ロストジャッジメントの続きをやっていきましょう。前回はね、学校の中で吸ったもんだしてて、まあ仕込みがやっと終わったってとこでね、終わりましたんで、その続きをやっていきたいと思います。まずはね、次の日に進めた方が良さそうなんで、一旦休みたいと思います。いよいよね、仕掛けが、作動するところで、ね、見れそうですね。星稜高校に行こう。例のいじめに型をつけてやるんだ。というとこなんですが、そろそろ街中も結構見て回れるようになったのかな。なんかイベントとかね、そろそろ起きてもおかしくないかなと思うので、軽く見て回りたいですけど、なんかちょっとやっぱり封鎖されてるとこがまだあるよね。若干ですけど。なんかイベントとかあるんじゃないかな。あのね、吹き出しマークが出てるところは人が会話してるんですけど、いまいちね、まだそこに行った時に、まあなんかいいことがあるのかがよく分かってない。あ、敵か。はい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 。はい、よいしょ。はい。はい、あと一人。あ。よいしょ。だいぶ動きが派手になってきたな。なんかね、その会話してるところでイベントがあるのかとかはよくわかんないけど、飲食店、前回のね、ジャッジアイズだと飲食店とかでも結構イベントあったんですけど、いらっしゃいませ。ここら辺は普通に、特に今、体力が減ってないからやる必要ないのかな。何かしらイベントがあって叱るべきな気がするんだが、ん？地下行けるこれ。よいしょ。いらっしゃいませ。ああ、これもなんかただ単に、ただ単に飲食ができるだけか。人が会話してるのはどのあたり？ここら辺で会話マーク出てるな。地下アイドルのミュウミュウ可愛いよな。地下アイドルね。なんかあの男性地下アイドルがすごい女性に貢がせた挙句、なんか繋がってたって、てかあの、物理的、身体的に繋がってたみたいなので炎上してましたけどね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。特にイベント的なのは、すいませんね。店内破壊して。ないのかな？前作みたいにちょっとイベントが起こるのが読みやすくないのか。どっか行ったらイベントあるのかな？念のため中華街とかでも行ってみるか。ここら辺は走れるか。あー、すいません。いきなり店員さんじゃない。絡まれてますけど。おいおいおい、危ないよ。やめましょうね。おいしょ。なんかプレゼントみたいなことしたね。ひょっとしてあなた今からプロポーズでもしに行くとこだったんですかとか言おうとしましたけど、全然ね、ただのプラスチックの板を持ってプロポーズに行くバカはいないと思うね。相手が安川電機の安川くんじゃない限りは有効だにならないと。安川電機ってわかります？あの、工業用ロボットとか作ってる。北九州だっけかな？にあるんですけど。おーっと、敵が来た。あの、修羅の街で有名な北九州ですね。やっぱあの、車、あー、やばいやばいやばい。つい大人げなく蹴りたくってしまいましたよ。あ、でもやっぱりこれスケボーで移動できるのは全然機動力が違って気分いいですよね。スケボーで移動するゲームといえば私の中ではデッドリープリモニション2なんですけど、あのゲームはあのスケボーで移動してても全然機動力高くなかったっていうか、なかなか不思議なゲームでしたけどね。最高のゲームなんで、ぜひ皆さんもね、デッドリープリモニションをやってほしいんですけど、私の動画の中で何がおすすめかって言ったら、デッドリープリモニション。もちろんね、ジャッジアイズもめっちゃ面白いんですけど。なんかあの、ジャッジアイズは結構約束された
約束された神ゲーっていうか、やっぱセガという大資本のね、結実した感じだったんで。あ、なんか落ちてる？取れないよ。なんで？あ、取れた。落とし物。落とし物というと、どっかに落としてる人が出てくるっていうね、これだよね。はい。ありがとうございました。はい。成功なネジ。成功なネジもらってもあんまり嬉しくないんだよね。すいません。今の声はエロいです。なんかないか？なんかイベントチックなことはないのか。まだ序盤だからかな。なんか、イベント的なものの発見がすごい難しい。前作のカムロ町とか結構ね、何も考えずに移動してるだけで、バンバンイベントにぶち当たってたんですけど、今んとこそんな感じじゃないんですよね。結構イベントらしいイベントに当たらないというか。何もないね。おお、危ね。引かれるんじゃない？じゃあ、星稜高校に移動するか。星稜高校はこちらですと。では、快適なスケートボードの旅を皆様にプレゼンしましょう。まあ、これぐらい広い道路でね、走ってると気持ちいいですけどね。開放感があってたまらない。まさに青缶のようだ。こういうね、澄み切った青空の下でね、解放されて一矢まとわぬ姿での青缶というのもいいものかもしれません。こういう発言ばっかりしてるから収益とかね、剥奪される可能性はありますけど、まあまあ、それはしょうがないんですよ。私、勝手気ままにやってるチャンネルなんでね、こればっかりは致し方ない。あと、スケボーで移動してると結構移動早いですよね。そんなに時間をいただかずに到達できそう。だから、ビルの高さが高いね、全体的に。私は、福岡にいるんで、特に福岡市内とかだと、飛行機がね、通ったりするもんですから、結構空港と人家というか、人口密集地帯との距離感がね、近いので、割と、その建物の高さ制限みたいなのがあったんですけど、最近はね、そこが緩くなって、高い建物とかも増えつつありますが、やっぱりね、一部の大都会に比べると低い、ビルが基本的に高さが低いっていう感じですね。はい、すいません。いや、逃げたくて逃げてるわけじゃないんだよ。はい、どうもすいません。よいしょ。はいはいはい。すいません。そんなことね、あなた方と遊んでる場合じゃないですよ、私。大事なんだよ、こっちの方が。よいしょ。ほい。お邪魔します。なんでこの子は常に一人なの？おう。また始まった。よう、たまには一緒に飯行こうぜ。ええじゃねえってこうだ。早く行くよ。今日、マッツは朝からむしゃくしゃしてんだから。私は、いいよ、ここで。は？何逆らってんの？じゃあこれは没収ね。ほら、早く行こうぜ、エロ女。それともやっぱ食欲より性欲か？なんでそもそもこういうことになったのかな。ほーら、待てよ。なんかきっかけが気になるんだよな。なんでそんな鈍いの？一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。ああ、気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい、誰だ今の。俺じゃないって。気分悪いって、俺たちのことか？そんなの当たり前じゃん。他に誰がいいんだよ。ああ、俺もそう思ってた。だよな。なんだ？毎日毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。何みんな、ちょっとこいつ高田だよ。エロ女に味方すんの？高田さん大丈夫？そんな奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな、エロ女だってさ。いや、成人派はご潔癖ですな。なんだのねえ。ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はぁ、何見てんだ。なんか言いたいことでもあんのかよ。
あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。確かにさ、お前らいい加減にしろよっていうか。そうだよ、それそれ。ほんと何様だ。なあ、もう甲田に構うなよ、お前ら。そうだ、甲田さんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ、早く出てけよ。おお、確かに言ってた。出てけ出てけ。よし、行け行け。なんだよお前ら急に。おい松、これってもう行こう。くそ、すごい、あの子たちがこんなにまとまるなんて。みんな分かっちゃいるんですよ、自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。八神さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。ある事件に出くわした時、自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ。他の人がやらないなら緊急性はない、他の人がやらないなら自分だけやる必要はない。あ、そこで見てたのか。すごくね、このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かないただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば、俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほらペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど、最初の1羽が行くとドッと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン、それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、その取っかかりにはなるのかも。あいつらもういないから大丈夫だよ。大きな変化ではあるんですけどね。沢先生、今は下手に大人から手を出さない方が。たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね、それはもちろんです。失礼します。おい、せっかくうまいことやったんだ、先生の顔も立ててやれよ。あのね、向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼よ。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。いや、まあそんな。っていうか、ね、まあ、普通こんなことできないからね。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。ん？源田法律事務所、いけね、そういや横浜に来てること言ってなかったな。まあ、そういえばあっちはあっちでなんか法廷闘争あってましたね。すいません、ちょっと。はい。あ、ここで出るんだ。白崎です。八神さん、今少し大丈夫ですか？ああ、いいけど。至急でお願いしたい仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で。ああ、沙織さん、それなんだけど至急ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ、横浜に来ててさ。
そうだったんですか。杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い。まだ現場なんだ。星稜高校ってとこ。あれ、沙織さん聞こえる？星稜高校というのは偉人町に近いあの、ん、そんなに有名？2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。あ、なんか言ってたね。突然。ああ、そういえばそんな話聞いたかも。彼は星稜校の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ、なんで沙織さんがそんなことを。実習生の名前は三越場博。おお。先日他殺体となって発見されました。偉人町の廃ビルで。え？腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ。ですが、その死体が三越場であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。2ヶ月前、三越場が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。じゃあそいつが殺しもしてたってこと？いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で逮捕され、今も拘留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると。ええ、しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で三越場の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです。江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は？4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。やはり星稜高校の生徒でした。それを江原は息子の同級生だった三越場のいじめのせいだと考えています。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか。その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは三越場殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを三越場殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの。でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。確かに。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を二つで一つの事件として見直したいんです。わかった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今星稜高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば、失踪直前の三越場の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解、引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。面白くなってきましたね。